YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ワイパーの中村です。エルエルトです。横木です。鈴木です。はい、はい、先週すごかったですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、あ、先に言っちゃったけど、はい、はい、まあ、ということで、先ほど言った通りですね、今回、はい、第2弾ということで、はい、2週連続企画の、ワイパー、年末大感謝祭の第2弾の告知となります。はい、はいはい、いや、もう第1弾はおかげさまで大好評いただきました、はい、ありがとうございます、はい、正直フリースよりはって思ったんですけど、はい、全然そんなことなかったですね、はい、ちょ今回点数が多かったそう、まあ、確かにそう、まあ、プラス実物の単純なそのセールっていうのもあった、はい、あと L3B だったりとかですね、はい、なんかちょっとなんかちょっとスペシャルもあったりとかしてたので、はいはいはい、はいはい、まあ、ということで、前回ですね、はい、5つのアイテムがスペシャルプライスで、販売となったんですけど、それに続き第2弾ということで、こちらも今回、はい、5つの商品、ピックアップしております。はい、はいはい、今回も5つ、はい、はいはい、5つです、はいはい、でちなみにあの前回の動画でですね、はい、ちょっと日にちと、日付曜日がですね間違ってたんですけど、はい、第2弾の販売開始時刻はですね12月11日土曜日の8時からとなっています。土曜日の8時から、はい、土曜日8時からです、はいはい、まあね、先週と一緒なんで、はい、間違いないよ、はいはい、ということで、じゃあ、1つ目から紹介していきたいと思います。はい、はいはい、ではジャンプでいきましょうかね。はい、はい、いきますよ、せーの。はい、シャキになってきました。はい、はい、1つ目、第1発目はこちら、はいはい、ドイツ軍のダブルブレステッドのオーバーコートになります。はい、かっこいいっすねこれ。渋いとこ来ましたね、はい、渋いっすねこれこれは渋いとこ来ましたよ、はい、まあ、これはでも軍物好きの方には結構馴染みないというのかもしれないですね。そうそうそう、なんかドイツ軍っぽい感じのグレーですね、はい、はいはい、でこちらですね、うん、こちらもプライス、まあ、これライナー付きの厚手のコースなんですけど、なんとこちらもこのプライスです、はい、このプライス、はい、はい、チェックしてみてください。はい、はい、ということで4人それぞれ別々のサイズ着てみたんで紹介していきたいと思います。はい、はいはい、まず鈴木はですね、はいはい、こちら、これは、M 相当の身幅でいうと普通ぐらいのサイズ感です、うん、はい、はい、まあ、ちょっとですね、あのこうバチッと首元までしっかり留めてみました。こんな感じになってます。なんか襟立つんですね、こんな感じで、うん、はい、そうね、なんかチンストなくても、そう、チンストないけどここでこう固定されるんだ。で、まあこういう風にダブルの仕様になってるんで、まあ、通常通り着てもらっていいと思います。で、ライナーはこうやってチェックのもので取り外し可能になっております。なるほど、このライナーが特徴的なんですね、うん、これこれがやっぱドイツだなって思う、はい、うん、はい、では続いては横木さん、はい、横木、はい、横木、はい、横木が着てるのがM の太めです、ね、はい、私も閉じてきました、はいはい、もう肩すごいですねこれ、やっぱり、はいはい、肩がね、やっぱり芯が入ってるのかなこれ。そうです、肩パッドがしっかり入ってる、はい、肩パッドが入ってますよこれ、はい、でも自分ではね、まず選ばないやつですね、まあ、ね、ハイセンスすぎて、ハイセンスよね、はい、レベル高いアイテムですけどね、うん、はい、このどうですかこれ何もコメントありませんいやいや、なんかまあ着てしまえば意外とね、そうですね、着たもん勝ちって感じですよ、そうそう、本当に、確かに、うん、はい、本当に似合う人は似合うからなんですね、そうですね、はいはい、はい、では、はい、続いて、はい、はい、次は私ですね、はい、正統派に、はい、はい、そうですね、はい、はい、めちゃくちゃ似合うですね、L の普通ですね、うん、サイズを着ております、うん、でも、まあ、普通にですね、ちょっとやっぱり紳士をちょっとね、うん、ちょっと意識してなんかハットをかぶって、あとベストにきれいめのパンツ、はいはい、でゴマシをゴマシを、ジジイやけ似合うな、いや、まあ、でしょうねこれは多分4畳間じゃないとなかなかそうなるんですけどね、かっこいい、おしゃれだもん、こんな感じでちょっと下もね、ちょっと綺麗めのいつもと違う、はい、すごいですね、ギャングスタイルほんとギャングスタイル、かっこいいわ、お前引き感じるかはい、はい、はい、最後の鳥は、はい、これ一応ですね、はい、サイズごとで紹介します。はい、そうですね、はい、で中村がドン、ドン、ダウトを探せでダウトでしょ完全にダウトですねこれはやばいです、中村がまさかの XL 太めを着てますから、まさか一番サイズとしては大きい、やばいでしょ、いくらファッションが自由と言ってもでもこのロングだけは多分今っぽい感じがしますけどね、じゃあこれありですか、いやでも肩幅がねラスボスやんこれ、まあ、怖いわ先ほど言った通り、はい、こちらですね、やっぱりこの肩がパキッと張ってる、はい、この肩パッドが張ってるんですけど、はい、これですね、今回ちょっと一つ提案をしてみました、はい、まあ、
超えて中村さん一番大きいサイズ着ているんですけど、うん、この肩パッドを抜いてさらにこのカチッとした袖をですね、うん、こうなんていうか袖山を下げるというか、うん、こうもう少しちょっと袖をカジュアルな感じにしたり、はい、あとはこの胸の芯とかを外したり、うん、さらに大胆に裾の着丈をカットしたりとか、そういうようなちょっとリメイクを、作ってみました。それを今回ちょっと中村さんにご用意したので、はい、着替えてもらいましょう。はい、はい、では中村さん、はい、ジャンプしてください。はい、して、はい、おーっ、見違えた、見違えた、同じサイズなんですね。そう、見ました、このビフォーアフター、かなり、はい、大胆な回収をしてました。はい、いやでもさっきここまでやった肩幅がもうなくなっちゃったんですよ、はい、ちょっとドロップショルダー風な感じで、見てください、これもうちょっと、すげー、これまさかなんかね、中村さんのためだけの、いやだからこれあれですよ、中村とか横木みたいな人でも着れる、うん、コードに生まれ変わったってことですね。そういうことです。まあ、すごい、はい、結構ここまで大胆な、仕立てを直すってなると、はい、まあ、コーチンとしてはまあまあかかっちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、ただ、それでもですね、今回のこのコートかなりお安くなっていますので、そうですね、はい、まあ、それをひっくるめてですね、お買い得になっていますので、はい、まあ、ちょっと大きいサイズでもリメイク用でなんか楽しめるっていうことですね。いや、これは綺麗、これ、あえてそれを前提にですね、こういうの買ってみてもいいんじゃないかなと思います。すごいね、これだけ。じゃあこれ鈴木に聞いたら、ここをこうしてお直ししたらこうなりますよっていうのが分かるの？まあなんとなく作りとしてはまあ分かりますけど、ただやっぱりあの仕立て屋さんのその技術だったりとか、お店によって多分まちまちだと思うので、まあそこはですね、地元のそういうところと要相談でやってみてください。もうレプレートがないだけでもだいぶ違いますね。そうそう、ここのボタンのボタンとかね、びっくりした、びっくりした。最初もなんかもうね、出落ちみたいになったけど出落ちキャラで使われるけど、ちょっと鈴木に悪意あるかなと思ってたけど、ちょっとこう見るとなんか逆に美味しいの、これ。でもこれ XL 普通なんですね、さっきと全く同じ。 XL 太めじゃないですか。太め、太め、そうそうそう、お、いろいろするとこうなる。すごい、身幅詰めてるんですか。身幅も詰めて、肩幅も詰めて、丈も詰めて、すごい、結構いじってますね、これ大胆なあれですね。かなりだから大規模なカスタムなんで、まあまあなかなかちょっとお値段張るんですけど、はいはい、まあただこんな感じで生まれ変わるので、これ1枚実店舗限定で販売予定ですね。そうそう、これは試しに作ったサンプルなんで、はい、まあ、これは1店舗、1枚だけですね、店舗限定で販売予定です。ごめんなさい、中村一回袖通しますか。なんかこう着せなくていいんですかね、こう着さんと。これはですね、一応ちょっと中村さんの寸法に合わせてるんですね、特注、はい、いやでももう袖丈ももういいね、さっきと比べたらもう、はい、このすごいビフォーアフターだよ。もう中村さんが買っちゃってもう着てもうないかもしれない、ねね、いやちょっと欲しくなったもん、うん、本当に、はい、なんでおすすめのドイツのコートになります。はい、では続いて2着目いってみましょう。はい、よいしょー、どはい、よっしゃー、はい、はい、次は第2弾はですね、はい、イギリス軍のキルティングライナーが、はい、セール特価になっております。はい、はいはい、こちらですね、この下ですね、はい、ベルクロフロントのタイプですね、はい、こちら、はい、さすがっすね、これ、はい、これいいっすね、さすがっすねってことですか。いや、イギリスキルティングライナーね、ナイスコメント、まあ、イギリス軍はですね、前回もオールランクだったりとか、はい、結構ですね、特価になったので、うん、まあ、今回ですね、こちら、はい、キルティングライナーが特価になっております。はい、すげ、はい、価格はですね、こちら、はい、じゃーん、はい、これも解読です。はい、年に1回あるかないかのね、特価ですね、これも。そうなんですね、はい、スペシャルセール大特価なんで、うん、はい、こちらもですね、悩んでいた方はぜひ、チェックしてみてください。はい、はいはい、ということで、じゃあ、サイズの紹介からしていきたいと思います。はい、はいはい、今回はですね、我々が同じサイズになっております。はい、170、112っていうやつと、はい、こちらは170、180の112、はいはい、っていう感じになっております。はい、はいはい、どうですか。うん、これはすごいいい感じのサイズだと思います。うんうん、なんかこのちょっと大幅なサイズ感がいいですよね。うん、そうですね、うん、いいっすね、番長と一緒ですね。はい、そうですね、あ、自分だけちなみになんか裏返しに来てるので、こんな感じでここでホペルくるし止めるようになってます。まあ、これライナーなんで、どっちが表裏っていうのは厳密にはないんですけど、そうですね、まあ、この縫い目を見せたい方とか、 そう、はい、そう、その代わりタグが表に見えちゃったりとかするんで、うん、もうこの好みで裏返したい人ですね、はいはい、来てもらっていいと思います。はい、これめっちゃいいですね、なんかね、ちょうどいいですよね、やっぱこうちょっと上品さもありながら、確かに、はい、あまりミリタリーらしからぬこの清潔感も、そうそう、自分はなんかボタン付きのやつ持ってるんですけど、はいはい、あれはやっぱちょっとなんていうんですか、ジャケット感覚でどんどんダブルみたいな感じで全部切れたりとか、うんうん、やっぱさすがイギリス、さすがイギリスの国柄ですよ、やっぱり、はい、まあ、このお尻が隠れるぐらいの丈感なんで、これは結構女性が着ても可愛いじゃないですか。そうですね、可愛いなと。前回のオランダのお笑いみたいな感じでサイズ感としては着れると思います。はい、はい、
まあ、こういった感じです。こういった感じですね。はい、はい、じゃあ、続いて第3弾いきたいと思います。はい、じゃあ着替えていきましょうか。はい、はい、せーの、よっしゃー、よっしゃー、はい、着替えてきました。今回ですね、はい、第3弾、第4弾2つご紹介します。はい、はいはい、まず第3弾、中村さんと横木さんが着用しているのが、はい、イギリス軍のフリースライナージャケットのリブ仕様になっております。はい、来ました。なんかノーカラー、これいいな。いや、これもうなんかビビッときましたよ、これ、はいはい、なんかいい、着てみたら本当にいいなって言ってね。これですね、なんか自分だけかもしれない、このねリブとこの切り落としがなんかスクーカムのスタジャンみたいな、わかります？あー、まあなんとなくですね。なるほど、なるほど、ね、そうそうそう、ちょっとわかる、これリブとこの落とし感 ね、はい、なんかめちゃくちゃ可愛いスタジャンっぽい感じはしますね。確かにこれいいっすよ、はい、しかもこれサーモホールついてね、指もね、そうそう。で、すいません、こっち、私と LL さんが着ているのが、はい、同じくイギリス軍のフリースジャケットのスタンドカラーになっております。今回イギリス軍さらに、はい、2つ3つと、3つ揃えております。はい、はいはい、すげえ、もうイギリス軍祭りですね。そうそうです、すげえ。で、まあ、あの、はい、同じフリースジャケットなんですけど、このようにデザインが、それぞれ違うので、うんうん、お好みのものを選んでいただけるようになっております。でもフリース感は一緒ですよね。一緒ですね、一緒一緒、まあ、色が若干違うのも、まあ、色は若干違うけど、はい、はいはい、こういった感じです。やっぱなんか米軍とフランス軍にはないなんかね、うん、そういったちょっとまた別の味わいがありますね。一瞬スウェーデンっぽいですけどね。あ、確かに、グリーンの発祥がね、確かに、うん、じゃあ、簡単にサイズ感と、じゃあまずこのリブチームの方のご紹介していきたいと思います。はい、はい、中村160-104、うん、だからすごい優しいですね。160目安でしょ。160、まさに中村のサイズじゃないですか。そうですね、だからこんなになったの、はい、いい、ジャスト、いやいや、いいです、いいです、はい、なんかこう来てます。来た瞬間からこうスクーカムっぽくないからバーって来てます。降りてきた。降りてきた。見て。買いたくなってきた。このリブのセーフとファスナーポケット。でこのね、切り落とし感の雰囲気がまさにちょっとストリートっぽい格好にも合うかも。ね、このリブ本当いい仕事してくれる。いや本当だから、ほら、あの横着の着こなしでパーカーとか合わせるとまさにいい。あと多分ヴィンテージ好きな方はあれですけど、このリブがですね、多分どうもウールっぽい感じがする、うんうん、ちょっとチクチクがチクチクするような、なんか現代にないようなリブ感も、これもいいですね。はい、いいね。横木さんが着てるのはサイズは180、ごめんなさい、170-112っていうサイズですね。あ、10センチもさばゆんだよ。比較的適正サイズだ。いや、そうなんですよ、だから嬉しいですよね、サイズ選びがすごい。そうで、ここキュッて絞れるからね、キュッてないのが好きなんですね、ドローコードです。ではじゃあ我々スタンドチームは、はい、まず私ちょっといいですか。はい、はいはい、こちらです。前を締めましたが、はいはい、サイズがここに載ってるんですが、160-96ということで、まあ、どちらかというと中村さんぐらいがちょうどいいサイズ感なんですけど、まあ、すっきり着るならこういった感じです、うん、はい、はい、シンプル、こっちはシンプルですね、うん、まあ、ファスナーポケットとこの横のドローコードがついているので、そうですね、そっちは横にあるんですね。で、このようにサムホールつながっております。あ、続けて私ですね。私もですね、意外と160-104を着てます。同じサイズ、同じサイズ、リブとスタンドから違うだけで、これ同じサイズです。はい、じゃあ LL さんからするとちょいちっちゃめ、でもそうでもないです。身幅があるからね、身幅が104なので、短めだけど幅はゆったりして、はい、で、なぜ160を選んだかって言ったら、こうちょっとね、これを見せたいんですよね。なるほどね。こうした時にやっぱこのスウェットのこの裾具合をちょっと見せたいんです。わかるよ、はい、絶妙になんか出て見えるので、うんうん、これが好きです、これがポイントですね、うん、でも160なので自分からするとコッケがちょっと短いです。破れそうですね、はい、破れちゃいそうでしょ。そう、あとはもうグリーンにまとめて、あとはもう黒のニューバランスと、あと黒のスウェットにして、はい、あとデニムでちょっとなんか緑との差し色を入れたっていう感じですかね。はい、はいはい、なるほど。では、こちら2つともですね、プライスとしてはこちらです、うん、こちらです。はい、お値段同じ同じ同じ、はい、超特価だと思います。リグ派、スタンド派、はい、どちらですか。いいですね、あなたはどちら。はい、あ、ちょっと何とかないか。はい、ではですね、はい、続いてラスト2つ目、はい、第5弾ご紹介していきたいと思います。はい、では準備はいいですか。はい、はい、気合ってみましょう。せーの、よいしょ。はい、来ました、これですね、ラスト、はい、ラスト第5弾。
ラスボス、はい、ちょっと疲れ見えてません？繁忙期ですからね、おかげさまで、ね、はい、ありがとうございます、はいはい、ラストはですね、チェコ軍の M85 の杉上のフィールドパーカー、はい、来ました、本当にでございます、はいはい、まあ、これですね、はい、以前、うん、私と LL さんで商品紹介の動画上げたことあるんですけど、うん、すね、あれ去年でしたっけ、今年の冬でしたっけ、お正月新年一発目とかそんな感じでしたよね、はい、ということで、はい、こちら、まあ、詳しくはですね、はい、そちらの動画見てもらったら分かると思うんですけど、はい、こちらがなんとこのプライスです、はい、プライスですね、はい、どっかこれマジで使えます、はい、すごいですよね、このこれなんか私物でも結構愛用してるアウターなので、うん、もうこれあればもうほんと他のアウターいらないっていうくらいですね、うん、はい、そうで、このアウター何がすごいのかっていうと、かなりギミックに富んだアイテムでして、ですね、そうですね、はい、実はあのこれ4人とも仕様が微妙にバラバラなんですけど、はい、いろいろパーツを取り替えるような感じで、これだけバリエーション、実際まだまだいろんな着方あるんですけど、こういった感じで幅広い着こなしができるアイテムです、すごいですよこれ、はい、まあ、ということで、じゃあ順々にちょっとそれぞれの仕様、どういうような組み合わせできたっていうのをご紹介していきたいと思います、はい、じゃあまずLLさん、はい、で私はですね、フル装備ですね、いわゆる全て、まずライナーをつけて、まあ、シェーズがあって、その後はここのボアですね、しかもこれボア外せるんですよ、取り外し可能、エリカですね、で、あとこのウエストベルト、はい、今ちょっとなんかカジュアルな格好なんてあれなんですけれども、ちょっときれいめななんかね、スーツとかやったらこんな感じで普通にざっくりウエストベルト絞っても、まあ、様にはなるんじゃないかな、ベルテッドますね、はい、フードもついてるでしょ、フードもついてます、はい、フードもフードもつけてちょっと可愛らしいフードがついてます、うん、はい、まあ、これらは全て取り外しが可能になっている、はい、そうですよ、はい、すごいその外しによって結構ね、表情も変わるので、ね、もう着こなしも変わるかと思います、はい、ぶっちゃけ多分先ほど着てた今日のコーデ動画あるんじゃないですか、うん、コーデっていうか先ほど着てたやつの上に全部これ着ても多分似合います、はいはい、じゃあもう何かプラスオンでこちらを購入するっていうのが、うん、冬を乗り切ると、はい、そうです、いい組み合わせ、そうですね、さっきのラインナップね、これすげえ、レベル7的な、レベル7的なですかね、もう最後はアウター、最後のアウターのシェルカイ、まあ、今ね、リバースイブなんですけど、うん、もうすんげえゆとりがあります、はい、サイズは1の50を着てます、あ、はい、じゃあ丈は短めで、幅は、幅は、あ、なるほどですね、はいはいはい、はい、50だったら多分リバースウィーブ問題ないと思います、なるほど、なるほど、では続いて私、はい、はいはい、こちらはですね、サイズでいうと3の44になります、やばい細め、はい、横から見てこのボアと鈴木の顔の相性がジジイカス出やすかったなこのドカジャル仕様とか、この色がやっぱりね、そうそうそう、色がはい、いいですか、ね、はい、で、はい、サイズはですね、3の44なので、はい、比較的な丈は長めで、はい、身幅細めというスッキリシルエットになっております、はい、で、自分の場合はですね、フードを外して、うん、さらにこのエポーレットがですね、これ実は二重になってるんですけど、ね、はい、1枚外して薄くしてます、うん、こちらこれだけでだいぶ違うんですよ、2個でつけてるの、肩幅のパンチョロはすでにもう1個、1個ですね、うん、そう、こういった感じで横着がダブルだよ、ダブル、はい、装着する感じになってます、はい、これを外します、はい、これだけでスッキリします、はい、で、襟は、残しておいて、で、ライナーも装着したっていうような感じです、はい、これでも十分高いです、はい、そうですね、はい、で、まあ、今はですね、T シャツの上からなんですけど、まあ、あの44なんで、うん、まあ、これでも全然シャツとか、まあ、薄手のものだったら全然着れるサイズかなと思います、はい、はい、はい、こういった感じです、はい、では、いいですね、はい、あの、移動しすぎじゃなくていいよ、ここに行くと隙がない、落ち着きがない、自分が着てるのが2の50っていうサイズで、肩としては、ボアなしの、ね、そうそう、フードなしで、うんうん、で、なんだっけ、あ、ライナーをつけてるのか、ライナー付きで、はい、だから僕のやつから襟のファーを取っ払った状態、取っ払った感じですね、はい、で、下半袖なんですけど、うん、もう結構あったかいです、めちゃくちゃあったかい、室内では本当に、はい、うん、本当に着込まなくてもいいレベルであったかいですね、うん、だから本当これ襟がなくなって前を締めるだけでこんなに変わるっていう、うん、全然印象違いますよ ね、 全然印象違いますよね、はい、だからここもすごいですよね、こういうところ、そうそうそう、これですね、皆さん多分詳細ページ見てほしいんですけど、これですね、めちゃくちゃすごくて、ゴムはですね、テロンとならないようにここにループがついてて、あ、そこに通せばなんかこんな感じで表からはゴムが見えない、あ、はい、すごいですね、軍服これいいですね、軍服でこんなね、切れ目でなんか最後までめっちゃ細かいところまで気を使ってます、うん、
という感じです。はい、全然印象が変わっていいと思います。はい、はい、そして中村がもう全て取っ払った。はい、全て取っ払った。はい、ボアもパーカーも中のベルトも、はい、ベルトも取っ払って2-44です。はい、はい、後ろ見てもらっていいですか。はい、こんな感じでベルトもこんな完全取り方しかないです。はい、はい、外すと何だろうな、ちょっと見余りも良い、そうそうそう、コートっぽくなる、はい、うん、だから春夏秋夏以外全部いけますね。そうそうそう。春夏入れた。春夏入れてもない。絶対冬入れないかのに。春秋とね、春秋と。春頭の中を整理しただけです。はいはい、夏以外全部いけちゃいます。はい、そういうことです。嬉しいです。そう、それが痛かった。はい。だけどこれ結構まあその幅広いと思います。いやいや、あとライナーだけでも尺度可能なくなるんですね。そうそう。はい。まあなんでじゃあちょっとライナーだけのバージョンも見てみましょうか。はいはい。はい。ではせーので、せーの、はい、どうでしょう。はいはい、これだけでも十分可愛いと思います。そうですよね。はい、もともとこのイメージ強くて、自分は。そうですね、グレーのイメージなんですね。こんな感じですね。そう、色はだからこうやってちょっとオリーブ、オリーブっぽい色とグレーっぽいで、あとボアの感じもちょっと違いますね。ちょっと違いますね。若干違いますね。こっちがモコモコって、モコモコ系、あとこんな感じでリブの色が違ったりとか、そういうのが、はいね。まあこれは、はい、まあおおよそこれぐらいの色差はあるんですけど、はい、色に関してはちょっとお選びいただけないですね。はい、ご承知ください。はい、でも単体で着ても十分可愛い。うん、確かにむしろライナーだけ欲しくてもその価格で買えちゃうっていうことなんで、非常にお得だ。女性が着ると可愛いんですよ、これ抜群に。いや、これ可愛いと思います。だからそうだ、旦那さんと彼氏は、そう、ライナーと彼氏、ライナー着れば、旦那さんと彼氏は彼女、奥さんにライナーを着れるから買っていいって言って、確かに欲しい。なんならその別々にして2人で着れるよっていう。まあなんでこれからかなりもういろいろ着回せるんでですね、かなりこれお買い得プライスだと思います。コスパはこれが一番いいかもしれないですね。お買い得感半端ないと思います。はい、まあそういった感じですかね。今回5つのアイテム第2弾ということで、はい、紹介させていただきましたが、こちらですね、第2弾のセールに関しては12月11日土曜日の夜8時から一斉販売スタートとなっております。はい、はい、どうですか、こんな感じで、はい、先週も続いて今回第2弾ということで、はい、かなり豪華な実物の大特価セールということなんですよ。そうですね、はい、まあこれを機にですね、狙っていた方はぜひゲットしちゃってください。はい、ぜひ、はい、もう使えるアイテムなんで、はい、はいはい、ということで、今回の動画がですね、もしよかったなって思う方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。はい、SNS も頑張っていますんでぜひチェックしてみてください。はい、それでは、12月11日お待ちしてます。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。Thank you.